日後与作地は日本の料理人、駅弁販売者。明治後期に北海道札幌駅で駅弁の販売を開始し、北海道の食材にこだわった駅弁を考案したり、対象期には飯とおかずを別々の容器に詰める弁当箱、二重折り箱を発案したりするなどの工夫により、日本全国の駅弁の歴史に大きな影響を与えた。 日ごよさきちは1871年に新潟県の糸井川で誕生した。長男でなく家を継ぐ立場になかったため手に職をつけて一人立ちしようと料理人の道を目指した。修行の末に料理人として十分な技量を身につけた後、知人から札幌は人が集まり活気があるので新たな商売の地に良いと勧められて1897年妻子を連れて 北海道へ移り、札幌駅近くに日本料理の店を開店した。しかし思うように客は集まらず、店は経営難に陥り、先行きの見えない日々を過ごしていた。札幌駅では、明治中期に営業人の高田文造が初めて駅弁を販売し、北海道の鉄道と札幌駅の発展もあって、大成功を収めたが、1897年に廃業していた。 札幌駅での商売人は他にもいたが、弁当専門の技術の持ち主は不在であった。そこで札幌駅職員は駅近隣の料理人として、日後に駅弁販売を依頼した。日後は弁当作りも乗客商売も未経験であったため、急な依頼に戸惑いを隠せなかった。また繁盛とは言えないまでも、食堂を構えた一国一条の首都のプライドから、 駅商売にも抵抗があった。しかし生活のため、一年発起して料理店を閉業し、駅弁販売屋への転向を決心した。当時は、駅弁の概念がまだない時代であり、日頃は作り方に迷った。唯一の先輩である、高田文造は廃業してしまい、弁当の中身も売り方も不明、それを知っている駅関係者や商売人仲間も、皆無であった。これには、 当時の駅弁は米一生が買えるほど高価で、ある程度裕福な旅行者などだけが買えるものであり、駅関係者のほとんどが弁当の中身を目にしたことがないとの事情もあった。日後は駅で旅行者一人一人に声をかけ、今まで食べた駅弁のことを聞いて回った。しかし、駅弁の中身は北海道では入手できない食材や他の土地の名産品ばかりで参考にはなるとは言い難かった。 それでも生活のためもあり、可能な限りの食材を揃え、東京や大阪で売られていたという駅弁を模倣し、1899年に日ご屋として駅弁販売を始めた。旅行者たちは新たな駅弁屋に興味を示したものの、珍しい料理が何もない。これでこの値段は高いと日ごに酷評を浴びせた。日ごの妻はある時自分たちが 北海道で食べ慣れている食材の方がお客様は喜ぶかもしれないと日語に発案した。日語はその言葉に自分たちも新潟から札幌へ移り住んだ時、新潟にはない北海道の味覚を喜んだことを思い出して北海道外から訪れるお客様に対して北海道を感じさせない駅弁は失敗であったと考え直した。翌日より早速、 北海道にこだわった食材による新たな駅弁作りに取り組んだ。鮭の焼き魚、山辺の甘露煮、大豆の煮豆、ニシン漬けなど、どれも自分たちは食べ慣れているが、旅行者たちには珍しいであろう。北海道の味覚を期待する道外の客を喜ばせるであろう。食材を駅弁のおかずとして揃えた。この方向転換は大成功し、日小屋の駅弁はあっという間に、 旅行客たちの間で大人気を博した。北海道の味覚にこだわった駅弁は札幌駅を訪れた旅行客に大変な好評であった。大人気のあまり、それまでは駅弁の調理場と駅を1日1往復するだけで済んでいたが、それでは到底追いつかず列車の出入りのたびに調理場へ行かなければならないほどだった。従業員も増え、日ご屋は 次第にか気づいた。大正時代の札幌駅の駅弁販売者たち、駅弁販売は順調であったが、日後にはまだ未解決の難題として、冬のお客様にできるだけ暖かい駅弁を届けたいという思いがあった。冬季に駅弁が冷めるのは日本全国共通の問題だが、札幌は特に冷気が厳しく、駅弁が凍ってしまうことすらあった。毛布で温めたり、 客に渡す時間を短縮したりと工夫したが、どれも、さほど効果はなかった。試行錯誤の末に、炊きたての温かい飯と、作り置きの冷めたおかずが一緒になっているために、飯が早く冷めることに気づき、1923年、飯とおかずを分離させて、別々に詰める、独自の弁当箱、二重折り箱を考案した。この二重折り箱は、 北海道のみならず、日本全国でも注目を浴びた。本州以南では、飯とおかずが箱の中で一緒では、牡蠣には暑くて腐敗しやすいが、飯と副食が別々の二重折り箱であれば、腐敗を防止し、賞味期限を伸ばすことができた。二重折り箱は、札幌方式とも呼ばれ、日本全国に広まった。駅弁の中身や箱の他にも、記号は、売り子の掛け声を、 お弁当に寿司、お茶にお弁当を、お寿司にお弁当、お茶と、老曲語りのような独特の声にすることも考案した。また、客の旅行目的を聞いてから、それに合わせた駅弁を売るといった工夫もあった。乗客との会話は、日後にとって何より楽しみになっていた。札幌駅立ち売り紹介による駅弁販売店、弁裁定昭和期に入り、時代が戦時体制に向かうと、 札幌駅を訪れる旅行客も減少し、駅弁販売も低迷した。また駅弁にとって最も致命的なのは、食材の入手が困難になったことだった。日後はそれでも、お客様に札幌の駅弁を食べてもらいたい、お客様を喜ばせたいとの一心で研究を重ね、駅弁作りに励んだが、次第に体は病気に侵された。日後は病床においても、 家族や見舞いの客を相手にし、札幌の駅弁の将来や新たな駅弁のアイデアを熱心に語った。駅弁売りの声、列車の発車のベルト、蒸気、旅行客たちの声を懐かしみ、病気が治ったら、またお客様に駅弁を食べてもらうと常に語っていたが、その願いが叶うことはなく、1937年5月20日、66歳で死去した。 その後の1943年、札幌駅で有限会社、札幌駅構内立ち売り商会が設立された。同社は、終戦後の復興期を経て、日後の精神を受け継ぐ形で、次々に新たな弁当、札幌名物の駅弁を作り出すに至っている。かつてのような立ち売りの駅弁販売者は姿を消し、駅弁の内容も、 時代ごとの思考に合わせて変遷をたどったが、肥後が考案した酒や山辺といった食材は、彼の没後にも受け継がれている。ありがとうございます。